甲津ヶ原古墳群は、千葉県成田市下寮部他に所在する古墳群。千葉県指定史跡。エベス地区から八大地区にかけての、インバヌ沼東岸大地上に存在する八大以外、天皇、船塚、久子塚の三古墳群、120基前後の大小古墳からなる古墳群の総称である。この地域は、古くから、塚場という地名とともに、甲津ヶ原の百塚とも呼ばれ、 江戸時代からその存在が知られていたが、本格的な研究は戦後になってからのことである。その後、1969年10月から1971年8月にかけて、成田ニュータウンの建設に伴って64基の古墳が発掘調査されて以来、多くの古墳が発掘調査され、構図が原古墳群の内容が明らかになった。南から 久五塚古墳群、天皇、船塚古墳群、八大大古墳群の三子群がある。しかしニュータウン開発により消滅した古墳も多く、史跡指定を受けたのは天皇、船塚子群の船塚古墳など38基である。造営開始年代は早く4世紀の前半から7世紀の後半まで長期間古墳は作られている。特に天皇、船塚古墳群,群には、 6世紀代と推定される大型古墳が所在する。しかし、7世紀に入ると大型古墳が作られなくなり、龍角寺岩屋古墳やみそ岩屋古墳が作られる龍角寺古墳群と対照的となる。ありがとうございます。